うん、だから俺しか見ないでリスナーさん関係なくガミ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 言ってるだけのオナニー的な配信だったらリスナーさんつまんないよ。どうやったら面白くなるか、なんでつまんないって言い切れるかっていうことちゃんと説明してもらっていい？ねえ、俺例えば他の配信者の喧嘩とかは見るけど、リスナーなんか無視してずっとその突者と喧嘩してるやつの配信も見るけど全然面白がって見れますけどね。そもそもだってリスナー、喧嘩突のリスナーって喧嘩が見たいんだからさ、いちいちそんなリスナーに語りかけてくる喧嘩なんて見たいかどうかってなんでお前が言い切れんのって。おい、僕リスナーに語りかけるなんか一言も言ってないし、リスナーにこうやって説明するような喧嘩だろ。リスナーに説明はしてないですよ。僕が言ってるのはリスナーさんが楽しめるようにリスナーさんは意識してるって言ったんですよ。で、あなたはリスナーを意識してないって言っただけ。はい、だったら俺もリスナーはいることは意識、リスナーを意識してるってのは俺配信開いてるだけでリスナーを意識してることになるんだけどね。喧嘩を見せたくて配信アプリで配信撮ってる以上これはリスナー意識してることになるよね。だったら俺リスナー意識してなくないじゃん。ちゃんと俺だってリスナー意識してるよ。だけど喧嘩の最中はいちいちお前だけを見て、突者だったら突者を見て俺リスナーのコメントとかいちいち読まないって。だけでもお前はリスナーのこうやってなコメントを読みながらリスナーにも分かりやすいように説明する喧嘩をする討論だからそうやってやるってことだろ。おい、うん、バカはね一個のことしかできないの。だから、はい、ガミ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 言ってる時に周りが見えなくなってるの。俺は相手が言ってることも理解できるし、リスナーが何言ってるか分かるよ。ほう、だからこうやってじゃあ全員の例えばコメントがねバラバラのコメントがバーって書かれたとしても全部理解できるよお前。全部は理解できない。ただな、ね、少なくとも汲み取ろうっていう気持ちはある。だったらこっちで喋ってる内容がおろそかになるってこともあるんじゃないの？今なってなくない？いや、なってる。今なってます、おろそかに。なってます。どこはなってる？自分でだってお前、はい、自分でさっき断定した部分をこれは聞き返したんですよとか言っちゃってる時点でおろそかになってんじゃねえのお前。バカ。どこは聞き返してるっていうとこ。バカ。そこどこか分かってないよ、リスナー。何どこって。バカとかクズとか言ってるだけでさ。お前が分かってないのをリスナーが分かってないことにするの？ああ、お前そうやって逃げんのな。じゃあお前が自分が分かんなくなったらそれってリスナーに分からないからちゃんと説明言う話。うわ雑魚なんだけどこいつってやば。でも俺はその別に何だろう、俺は俺はで申し訳ないんだけど、はい、あのもちろん俺は俺はだよね。相手はあなたって、お前の中、まあ、いやお前人のことオナニー配信者とか言ってて、俺は俺はとか言っちゃうお前の方がオナニーなんじゃないの？じゃあいや、それはね、俺だったらあなたのようなスタイルは自分がやるとしたなら俺はオナニーだと思うよっていうこと。お前もオナニーじゃん、ね、結局、うん、じゃあどっちもオナニーって話なんじゃないの？あなたはオナニーだけど俺はオナニーじゃないって言い切れる？俺は言い切れる。なんで？リスナーさんとセックスを楽しんでる。俺は俺はなのに。だって俺リスナー、うん、俺は俺はなの。俺は俺は俺の中で自分の意見しか言えなくなって俺は、うん、これまた俺は、俺は、俺は、ほら、ほら来た俺は、なんだろうな、いえ、お何おい、黙っちゃった、喋れなくなっちゃった、俺はって言われて、あおられたら黙っちゃうよな、うわ、やっぱ討論とつまちした方がいいんじゃないですか、喧嘩とつまち向いてないんじゃないですか、和藤さん、配信歴長いのか何なのか知らないけど、ねえ、討論だけにしとけばいいんじゃないの、だったら。できるだけ俺はリスナーさんと意見汲み取ろうとも思うし、はい、できるだけセックスになるように頑張ってますね。はい、オナニーにならないように。なんでオナニーがダメなんですか？はい、そんな感じですね。オナニーでもいいと思うけど、オナニーを見せつける配信でもいいと思うんだけど、そのオナニーを見に来るリスナーっていうのがいるからね、少なからとも。ええ。おー、なるほど。まあ、いるでしょうね。はい。なんで君はだからそういるのに断定してお前ってリスナーに飽きられちゃうんだよなんて言えちゃうのかな、うん、あ、どうでしょう、そろそろアンケート行きましょうって言われてるんですけど、いいですよ、いかがでしょう。どうぞ。ありがとうございます。はい、はい、と言え選んでください。いや、どっちもいいっす。瀬尾さん、瀬尾さんが、はい、はい、瀬尾、瀬尾、はい、で、和道が言え、いいえ。じゃあ、準備よろしいでしょうか。いけまーす、アンケート。瀬尾さんがはい、和道がいいえ。はい、あれ？あ、変わってない、ごめん。
すいません、素人で。慣れてないね。お願いします、うん。あ、引き分けだと思ったら、アンケ不参加で全然構わないです。さあ、どうなるか。うん、おぉ、いいえ、あ、参りました。俺の。ありがとうございました。はい。はい。そうですね、勝ちですね。ありがとうございます。うん、はい。ということで、負けました。ありがとうございます。ということで、皆さんありがとうございました。最後までお付き合いいただき。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。